連合軍はなんとかゼウスを退けた。彼はそんな中、アースガルズの神ロキが動き出す。さらにオリンポスのアレスも連合軍の領地に侵攻を開始。神々の無慈悲な攻撃に連合軍はすぐさま防衛態勢を取った。果たして彼らに神の狂撃。なんとか敵の到着前に城の防備を固められたな。あとは総大将の信長を守りつつ神と喧嘩してやりゃいいんだよな。そう簡単にはいくまい。アレス、ロキ、二勢力を同時に相手。うん、この戦に勝つには我らが協力し。たく、家庭言葉。デンレ、アレス軍とロキ、キ。信長はあの中か。アレスたちには構わず迅速に信長を狙おう。信長は俺たちが仕留める。アースガルズの神などに先を越されるなよ。どちらも信長を狙うか。家康、三成、世を守れ。アレスとロキは協力するつもりはない。こちらとしては好都合ですね。一番は共倒れになってくれることだ。今は守りを固めつつ敵の様子を伺うといたぞ。家康のやつ、ここに来て様子見かよ。死亡どうだ。神は俺だけで討ち取ってやるぜ。官兵殿が勝手な行動を記憶に乱れた規律はすぐに正さない。私では勝負にならん。突出した部隊がいるようだが。我らの指示を無視したやつを。ほう、ウキン、私に刃を向ける気か。総秘殿、申し訳ございません。今は敵同士ゆえお覚悟。この程度では信長は満たされない。やるじゃねえか。その調子で攻めやがれ。総秘を倒した。想定とは違うが悪くない。全軍、この勢いに乗りアレス軍を攻めよ。お前、面白い武器持ってんな。俺様によこせ。まあ、あなたも格がお好きなのですか。これは渡せませんが、ぜひ一曲お聞かせしましょう。火事場泥棒がいるようだ。戦の最中ではあるが、見過ごせん。ウキンは何をしているのだ。アレス軍を攻めるように言ったはずだが。おそらく見逃せない規律違反があったのでしょう。とはいえ、それで自身が勝手に動かれても困るな。いえいえ、三成、この乱れた戦場がウヌラの望みか。いや、決してそのようなことは。乱戦状態は我が軍には不利ゆえ。そうですね、もはや倒すには無用。どちらの軍人も門を閉め守りを固めている。雑魚どもが群れているようだな。俺を楽しませる奴がいればいい。不審も来る。そういえばもう一人戦いを好む本物の神が。お互いの存在を知らせれば面白いことになるかもしれん。ウキ、一つ任務がある。戦いを避けつつ呂布をアレス軍の本陣まで誘導してくれ。
承知した。忍とあらば厳粛に遂行するのみ。新元婦よ、このお分足が相手となろう。俺を知っていて戦いを挑む。よか、すぐに消してやる。武器が他の敵に襲われてはまずい。全部きつい。この程度でも信長は満たされる。皆の規範となるようこれからも精進せよ。武働き大尉。この程度でも信長は満たされる。信長殿を守ることが最優先。三成殿、ここは力を合わせようぞ。張り切るのは結構だ。ご自身の身も守られる。我らが敗れたら信長様もお守りできぬ。俺を煽ったくせに逃げ回るとした。所詮は奴もただのネズミということだ。よく倒してしまったと。策が台無しではないか。ただ見ているのも飽きた。そろそろ人間どもに引導を渡してやろう。ようやく力どもに追いつきましたな。一人で先に行ってしまうとは。いやはや父上、信長とは戦っていないようだ。では我らがその任を果たそう。六軍の部隊に追いついてきたが、味方は出払った。俺が迎撃に向かいましょう。承知した。本陣はお任せあれ。三河武士の粘り腰お見せしよう。一方の大将は召し上がれ。もう一方もほふれ。おらおら、まだまだ暴れ足りねえぜ。味方は私と違い無能ばかりなのか。なぜあの男のいいようにさせている。砦を守る敵がじれている様子。観音殿を向かわせねば。あるいは観音殿、あの砦の敵をおびき出していただきたい。無能など汚き言葉で挑発してもらえるか。どういう作戦かよくわからねえが、いいぜ、任せとけ。一筋縄ではいかん。さすがは呂布軍といったところか。砦に着くまで観音殿を援護せねばな。よかった、間に合ったみたいですね。あなた方、我らは戦界の者、人の子を救うべくやってきたが、どうやら我らが出るまでもなかったようだね。人の子は戦局を有利に進めているようだ。ならば我らは向かってくる敵にだけ対処しよう。武働き大尉。皆の規範となるようこれからも精進せよ。この程度では信長は満たされぬ。三成将軍、見事な働きだったようだな。このような貨幣でよくぞ状況を覆した。お前たちは俺のことを知っているのか。もっと早く火星に来たかったのですが、とりあえず今は目の前の敵を倒しましょうか。足に過ぎたるものとはただ勝ちのことよ。おら、出てきやがれ。砦にこもってんじゃねえぞ無能が。この選ばれた将士気を無能だと。
私の力思い知らせてやるよ。おう、うまくいったか。砦の章を破り、その先へ進むとしよう。予定より早く紹介がやられてしまった。仕方がない、私一人で何とかしよう。調子で攻めやがれ。ウバタレ、タイン。もっと厄介な状況になっているかと思ったが、人の子らの活躍でどうにか阻めているようだな。ですが我らも加わる方が良さそうです。オーディンが本気を出せば人間だけではとても。また賑やかな日々になる。信長を狙う敵は消えた。得体の知れぬものは残っているがな。安心しろ、人の子らよ。我らは戦界の住人、飛行らの力になるべくこの世界に降り立った者。つまり女家たちの仲間ということか。何か有益な情報があれば教えてもらいたい。無論そのつもりだ、三成将軍。信長の活躍のおかげで道が開き、ここへ来ることができました。感謝します。私は神王、そして太公望だ。今後は貴公たちに知恵と力を貸してやろう。よろしく頼む。早速知っていることを教えよう。そう焦るな。全知全能の私といえど、オリュンポスの主神の考えを読むことはさすがに難しい。だが彼の娘のアテナ、息子のアレスについて多少のことはわかる。まずアテナはオリュンポスで戦略を司る女神だ。真面目で父の信頼も厚く、知遊ともに優れている。そしてアレスはゼウスと制裁ヘラの間に生まれた嫡男、戦の神だが、これがクセモノでな。高貴な生まれゆえに絶大な自信を持ち、他の神も人も下に見る傲慢な男だ。ゼウスも奴のせい…奴が鼻持ちならない男であることは確かだ。説得も真意を聞き出すも奴からは不可能。ところで四天童子を見ませんでしたか。いえ、存じません。どのようなおか…とても大柄で燃えるような赤い髪の鬼です。背にはとても大きな瓢箪を背負っていて。そんな目立つやつなら見てりゃわかるはずだよな。全く覚えがねえぞ。そうですか。私たちより先に融合に巻き込まれたはずですが、一体。神々との死闘の裏で闇がうごめいていた。ロキやアレスが撤退した後、太公望は人間に警鐘を鳴らす。
この異界にかつてないほど不穏な気配が降り立ったと。太公望とカグヤは正体を暴くべく人間と共に調査に乗り出す。そこで同じく不穏な空気を感じ取った者と出会った。オリンポスの神アテナである。あなた様は。私の求めていた力よ。神々との死闘の裏で闇がうごめいていた。ロキやアレスが撤退した後、太公望は人間に警鐘を鳴らす。この異界にかつてないほど不穏な気配が降り立ったと。太公望とカグヤは正体を暴くべく人間と共に調査に乗り出す。そこで同じく不穏な空気を感じ取った者と出会った。オリンポスの神アテナである。あなた様は。なぜお前たちがここにいる。あの妙な気配を感じたからに決まっている。そちらと同じくな。ダッキ様たちもいらしているようですね。アースガルズの神が降臨したのでしょうか。このまがまがしい気配、それにダッキの存在、敵の神などよりよっぽど面倒なものが現れた可能性も高いがな。私の行く手を塞いで話に興じるのはやめてもらおうか。そこをどけ、私は先に行く。せっかちな女神だ。今は敵味方を気にしている場合ではないと思うが、まあいい、私たちも進むとしよう。これよりこの地に漂う異様な気配を探る。とはいえ、あの女狐を放っておくわけにもいくまい。私もお供いたします。ダッキ様の真意を今こそ聞かせていただかねば。人や戦艦の者と慣れ合う気はない。私は一人で行く。私の考えが正しければ近い将来彼女にも協力を仰ぐ必要が出てきそうだ。間違っても敗走せぬよう気を配っておかねばな。できれば当たってほしくない推測だ。当然ながら私が倒れればこの調査は終わりだ。皆肝に銘じて行動をしていただこう。分かったな。
間抜けだよ、諦め。ラッキーのことだ。影武者ぐらいは用意すると思っていた。あの方を倒せば本当のダッキー様の居場所を教えてくださるかもしれません。ダッキー様はドンクスの奥にいらっしゃるぞ。素直に教えてください。ありがとうございます。おそらく罠だろうが、今はとにかく情報が欲しい。虎穴にいるとしよう。我らはこのままダッキのもとへ向かう。関作将軍と正妻将軍は戦場の中央に向かってくる。それはアテナ殿を守れということです。わかりました。行きましょう。太公望殿たちもお気をつけて。さすがですね。あら、太公望さん、こんなところまでご苦労様。私を閉じ込めると。孤爵の前にダッキーを倒せば出られぬようだ。大したものだ。その分まことに心強い。この戦場に破滅と破壊をもたらそう。なんだこの圧倒的な存在感は。神を超える力。ねえ太公望さん、知ってる？オロチ様がすぐそばで暴れてるってこと。私たちが感じていたのは破壊神の気配だった。悪い夢でも見ているようだ。なんということでしょう。この方が復活してしまったのって。まあまあ楽しめたかな。じゃあね、また遊びましょう。ようやく懐かしい顔に会える。急ぎアテナに加勢するとしよう。アテナ殿、助力に参りました。ここからは共に戦いましょう。そうしなければあなたも、そして私たちも危ない。ならば勝手にするがいい。だが足手まといになればすぐに消えてもらう。敵対する神に加勢を申し出るとは、お前たち人間には驚かされる。そうでしょうか。美しい花に引き寄せられるのは当然かと。観察で。いえ、今は戦いに集中しないと。我は滅びぬ。世界が破壊を求める神。これぞ無双。奴の本当の力はこんなものではない。長いは得策ではないぞ、アテナ。ああ、一度引くしかあるまい。ダキちゃんのためや。ここは倒さへん。ヒミコ、無茶しちゃダメよ。危なくなったらすぐ引くの。素直に逃がしてはくれないようだ。ほいでおりましょう。いったか。もう勘弁してるの。それで退路ができた。速やかに撤退しよう。遠回りになりそうだが仕方ない。行くぞ。ケミコ、やられちゃったの。絶対に許さない。実に素晴らしい。飛行だからこそ私の期待に応えられるのか。破壊神はいずれまた追ってこよう。早く逃げることを進めるがね。その時はまた撃退すればいいだけの話だ。できるものならな。やつと対等に戦うにはそれなりの準備が必要だ。いらっしゃい。歓迎するぜ。この孫悟空様と
遊んでいってちょうだい。悟空よ、時間稼ぎは任せたぞ。お前はまこと丸オロチ様の効果に努めねばならず。よい、破壊の衝動が溢れてくるよ。敵もやるじゃないの。分身か。こっちは急いでいるのだがな。悟空様ご本人はどこなのでしょうか。ちょっと遊びすぎたか。死んだと。羨ましい。あたたた。こりゃ引くしかねえな。あばよ。やっと本物を仕留めたか。一刻も早く進むとしよう。そうだな。時間を稼いでいる者たちがやられてしまう。おやおや、味方の退路が塞がれちまってるね。今こそあいしたちの出番だよ。ふん、小生の手を貸そう。ダッキと清盛を撃てば道も開け。すべてを破壊するのみ。ブリャー。オロチ様、俺たち味方です。分かったかな。アテナ、あんなものと対峙しては命がいくつあっても足りない。確かに今打てる手はないな。清盛のいる砦はここか。さて、我が道術を試してみるかね。これは良好。さて、小生の相手をしてもらおうか。このままで追いつかれてしまう。あの強者を引きつけてみせます。全滅しては意味がない。誰かがおとりにならなければ。何を考えている。あの強さ、わからぬわけではあるまい。ここがダッキのいる砦だね。こんなこともあろうかと、ちょいと細工をしといたよ。え？何これ？勝手に門が開いちゃったんだけど。よしよし、うまくいったね。じゃあ、相手をしてもらうよ。未知の強者よ。軍神の子、探索が相手となる。あなた、私と戦ってみる。すべてを破壊する。まだ早い。くだらぬ。いずれすべては滅ぶ。お見事な武勇にございます。雨土もことほいでおりましょう。さすがですね。大したものだ。その分まことに心強い。実に素晴らしい。貴公だからこそ私の期待に応えられるのか。あなたこそ真の三国無双ですね。今回はなんとか退けたが、奴に関しては何らかの手を打たねばな。勝手にしろ。今回はやむを得ず協力したが、次に会う時は敵同士だ。皆様の力を合わせることにより掴んだ勝利、素晴らしきものにございます。私たちが以前あれほど強大な存在と戦っていたなんて。話には聞いていたけど、完全に思い出せたわけじゃない。いざ目の前にすると、正直
恐ろしかった。奴をよみがえらせるためにダッキはロキたちと手を組んだってわけかい。ロキの方は戦力が欲しかったのかね。破壊神を扱うことなどできぬ。あれは彼らすら滅ぼしかねない危険な存在ゆえ。わずかですが主天道寺様の気配を感じました。あの方はもともとオロチ様より生じた存在。無理に力を注ぎ込み変質させてしまうなんて。扱いきれもせぬ破壊神をよみがえらせてどうするつもりだ。まさかこの世界を滅ぼそうとでも言うのか。私こそ真の三国無双だ。異界で戦う上で大きな切り札となる腕輪。菅銀平はその腕輪を見知らぬ男に騙し取られてしまう。あってはならぬ事態に彼女は途方に暮れていた。そんな菅銀平を励まし腕輪を取り戻すべく立ち上がったのは正義を信じる馬長、そして悪党の心理に詳しい法政であった。彼らは手がかりもないまま腕輪の捜索を開始する。騙されて大事な腕輪を取られるなんて本当にごめんなさい。落ち込む必要はないぞ銀平。悪いのはお前を騙し腕輪をくすねた悪の輩。俺が正義で裁いてくれよ。
奪われたものは当然奪い返します。ありがとうございます。皆さんどうか力を貸してください。しかし腕輪に手を出すとは度胸の座ったやつだ。一体どんな悪党だか。大事な腕輪を盗まれるなんて、超支流剣山、何とか取り返さなくちゃ。人のものを奪うなど言語道断。馬毛騎が探し出し正義の鉄槌を下してくれん。俺も行きます。恨みはきっちり話さなくては。あそこに旅がいるぞ。怪しい奴を見なかったか聞いてみよう。すみません、この辺で怪しい人を見かけませんでしたか？いいいい、ほら見ましただ。すごい悪人面の男が砦の方へ行きまして、ありゃ宝の一つや二つ取ってる顔でした。間違えねえ。ありがとうございます。急いで追いかけないと。あの男の眼光の鋭さ、通りすがりの民とも思えんな。いい頃合いだ。任せて流れを変えてやろう。もしかしてダメな感じ？竜となる神だ。とどめだ。どうして私たちが襲われるんだろう。とにかくここを脱出しないと。立ち行くとでも。よいぞ、悪党も必要です。俺はそうは思わん。悪は全て打ち砕かねば。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。手が悪すぎたから。やはり現れたか。貴様らの狙いは腕輪だろう、盗賊め。そうなんです、大事な腕輪を探していて。盗賊？ずいぶん往生際がいいな。じゃあお縄についてもらおう。言葉で解いても無駄か。
正義の刃で真実を伝えるしかない。賊ではないのか。だがあの男はここに盗賊が現れると。男か、もしや眼光鋭い悪人面の男か。ああ、賊を懲らしめてほしいと懇願されてね。何か裏がありそうだとは思っていたが。さてはその男が腕輪をくすねた盗人か。それで奴はどこに。この門の先へ。立花をたばかるとは、あの男。我らも共に行こう。立花をたばかった者を許してはおけん。その前に一言謝るべきだな。お嬢さんが疑ったりして悪くね。おお、いい戦ぶりだ。おら、何も知らねえだ。やめてくれ。なんてな。貴様、立花をたばかった罪、思い知るがいい。あ、よくわからないけど、あの人を倒せばいいんですね。竜となる君だ。とどめだ。勝敗は陛下の罪。またお相手願おう。宝を盗んだ悪党が正義の味方に追い詰められる。ああ、つまらん。実につまらん展開だ。つまらんものか。正義は数に決まっているだろう。いや、面白い展開になるぞ。悪党が悪党に報復するのだからな。腕輪を盗んだのはあなただったんですね。返してくれませんか。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。まだ来てくれ。抜けてみろ。さて、これで一件落着だ。お約束通り、大悪党には成敗されてもらおう。忍者、覚えておる。ああ、実にありきたりで陳腐な結末、つまんねえ。うっけー。腕輪を持ってるのはどいつだ。おとなしく孫悟空様に渡しやがれ。ここで妖魔の大軍。戦ったばかりでヘトヘトなのに。これは思わぬ急展開。どうする正義の味方諸君。地獄を抜けるには悪党の力を借りねばならん。悪党に助けてくださいと頭を下げるか、妖魔にやられてあえなく最後を遂げるか、二つに一つ。そうかな。奴らの狙いは腕輪、つまりお前だ。さあ、助けてくださいと言ってみよう。なんだと。でも悪党だからスパッと言えちゃう。どうかお助けを。耳寄り情報もありますよ。何を隠そう、この先に東へ抜ける道もある。我が輩が退路を確保する間、敵を引きつけてもらおう。気を付けるには力を合わせないとダメみたい。みんなが無事に戻れるように頑張らないと。あの男に指示されるのは尺だが、この状況ではやむを得まい。悪党を一人にするとろくなことはありませんよ。俺はそばであの男を見張ってます。やりますね。それでも感心しているのですよ。すごいな。だがお前ならもっといるさ。
今私は機嫌が悪い。妖魔全員切り捨ててくれる。怠けるとこっちにも雷が落ちそうだな。ということで俺も少し本気を出そう。なんと熱き闘志だ。俺も負けていられん。おいおい、向こうが騒がしいじゃないの。俺も混ぜてもらうぜ。我が輩のために髪を振り乱し、けなげに戦っておるな。ここで逃げれば、腕輪を手に入れ、追っても負ける。悪党が考えるのは、そんなところ。我が輩を静止していると見せかけてからの、実はけしかけております。お主の想像はあるぞ。戦え、働け、密じゃ。死ぬまでだ。お猿さんは諦めてくれたみたい。今のうちに逃げないと。言うとなきいざ。その腕があれば護衛もいらぬな。女に恥じぬ活躍、お見事です。金千代さんって強いですね。どこに筋肉を隠してるんですか。無論鎧の下だ。どちらの筋肉が上か後で見比べてみるか。いいね。なら俺が判定しよう。ほっと、そんな怖い目で見るな。冗談だ。受けてみる。これにやれと。予想以上の腕よ。その腕があれば護衛もいらぬな。死ぬぞ。我が輩のおかげで撤退できてよかったよかった。じゃあさらば脱色。あ、待ってください。腕輪を返してもらえませんか。おお、そうだったそうだった。おじさんすっかり忘れてた。油断も隙もないな。我らも共に行こう。一時はどうなることかと思ったけど、無事に腕輪を取り戻せてよかった。これで安心してたっぷり眠れそう。おーおー、なんと能天気な娘よ。これならいつでも騙し取れそうだ。今何と言った。この男、根っからの悪党のようだな。まあ俺たちがそばで見張っていれば大丈夫だろう。というわけでこれからよろしく頼むよ。それは心強い。これからも共に悪をくじき正義を貫こうぞ。橘の戦に負けはなく。風は行く、乱世の彼方へ。悪党はお好きかね。よし、うまくいったな。どういうことだ。小京が置き手紙一つ残して消えてしまった。大好きな周遊様へ。ちょっとお出かけしてきます。秘密作戦だから絶対追いかけてこないでね。
小峡より。もしも小峡の身に何かあったら。だが手紙には来るなとある。はあ、私は一体どうすればいい。戦場。悪に染まったお仲間がいるね。なあ、自称悪党さんよ。そちらこそ、ご自分のことを大悪党と。どれほどのことをしてきたのか、今後の参考に聞かせてほしいですね。我が輩のやり方を聞きたいとは、お主も大概悪よの。そうですね。鬱憤が溜まっている時など手がつけられなくなるようです。それは激しそうじゃの。異なる世界の悪党がいかほどのものか、お主の所業も聞かせてみる気はないのかね。もちろんお望みとあらばですが、少々刺激が強いかと。それでもよろしければたっぷりお聞かせしますよ。よいぞ、毒のあるやつは大歓迎よ。これはお主のためを思えばこそ申すこと。耳に逆らうじゃろうが聞いてくれ。娘子、お主は固いの。娘子ではない、立花だ。それよ。例えばうちの姫様はお主に劣らぬ凛々しいお方なれど、そのようなことは仰せられぬ。むしろ気さくに微笑まれ、愛嬌のある愛さ。人は一人では無力じゃ。孫悟は故にこそ結束を大事にしておる。そして結束には関わる些細なことも大切な。ならば具体的にどうしろというのだ。まずは形からじゃ。姫様の言動を真似てみよう。それが何の解決になるというのだ。だが立花は礼節を知る。気が向いたら真似てやるとしよう。これはこれは、また悪そうな顔しているの。なんだ、いきなり人を足ざまに言うとは。いやいや、いい意味で、いい意味での話よ。好きであろう、策略完成計りごと。そういうものは悪い顔になるからな。否定はできんな。しかしお前の顔つき、人のことは言えまい。その通り。我が輩自他共に認める悪党なれば、こうして同類のお主に挨拶に参った次第よ。悪党なのか義理がたいのかわからんな。いや、それもまたこの男の術中ということか。ある意味諸葛亮以上に恐ろしい男やもんな。惑っておるの。所詮は我が輩の勝ちといったところかな。何、今のやり取りで勝ち負けを決めるだと。待て。いや、待たずともいい。この借りはいずれ返させてもらうぞ。前にもどこかで会ったな。風の話をした。あったかな。あいにく覚えていない。ま、覚えてなくても風の話はしたかもしれない。好きなんだ。だから会うやつ会うやつ結構話してる。いいか。さあ、特に理由はない。風が好きって言ってるやつのほとんどはそうだろ。ただ好き、俺にはそれで十分だ。
お前も風の話をしたって言うからには風が好きなんだろ。どうしてだ。我は風が我おた。超支流いざ参る。行くぞ影骨。周瑜は妻小京が残した手紙を握りしめ途方に暮れていた。その手紙には秘密作戦を決行するため一人で出かけるから絶対について来るなとある。二強と称えられた可憐な妻の一人旅、周瑜の胸に大きな不安が渦巻いていた。そんな彼の姿を影から見つめる片倉小十郎。彼の主伊達政宗が小京の護衛を引き受けたため小十郎は留守居を命じられていた。落ち込む周瑜に小十郎は一つの提案を持ちかける。周瑜様、こんなところで何をなさっているのですか。小十郎殿、いや、そのご無礼ながら奥方様の行方が気になり、いても立ってもおられず飛び出してきたとお見受けいたしました。なぜそれを。実は我が主が小京様の護衛役を買って出たのです。あいにく私は同行を禁じられましたが、何やら胸騒ぎがしております。そこで一つご相談なのですが、共に後をつけるというのはいかがでしょう。こっそりと。それは願ってもない。くれぐれも小京に見つからぬよう気をつけて進まねばな。うんと、どっちに行けばいいのかな。よし、あっち行き。先も分からず出てきたというのか。先が思いやられるわ。小京、大丈夫だろうか。近頃バッとしねえな。山賊家業も上がったりだぜ。どこかにいい獲物はいねえかな。受けてみろ。このままでは小京の身が危うい。先回りして賊を撃ち、危険を除いてやらぬ。受けてみろ。珍しいことで発見。捕まえて周瑜様に見せてあげよう。むやみに触るでない。つかれたらどうする。何をする。わしの兜は鳥籠ではないわ。一人歩き、見るに見かねてついては来たが、
振り回されたばかりで周囲の警戒もままならん。覚えてやがれ。小京に気づかれずに排除できたようだな。引き続き彼女を見守らなければ。やっぱりこっちじゃないのかな。今度はあっち見てみよう。おい貴様、まさか道に迷っているのではなかろうな。今日も金目のものをごっそり奪ってやったぜ。さて山分けといくか。どうやら盗賊の根城のようですね。面倒なことになる前に片付けてしまいましょう。これにて相当完了にございます。小京様たちがいらっしゃる前にここを離れましょう。綺麗なお花、花かんまり作っちゃおうかな。どこにでもある野花ではないか。それならあちらの花の方がまだ見栄えが良いわ。まさむね様、いつまでお花探してるの。早く行かないと夜になっちゃうよ。わしはなぜ夢中で花摘みを。急ぎ出立じゃ。白と黒の毛布毛布、もしかして。ねえ待ってよ。おいどこ行く。待たぬかバカめ。あの鳥でどうも怪しい。私の取り越し苦労なら良いのだが。ダイヤ島がこんなのどかなのっぱらに潜んでいるとは誰も思えない。周遊様、予感的中でございます。速やかにご退散願いましょう。これはひどい。我が輩何にもしてないのに悪人面というだけでこの仕打ち。小京が来る前に悪党を退治できてよかった。予想通りそろそろ小京が来る頃だ。消去、偶然通りかかったんだ。すぐにここを離れるから許してくれ。小十郎殿、ご同行いただき感謝します。妻が自由奔放なばかりに。いや、これも我が主が勝手に首を突っ込んだ。お二人の無事を見届けるのが役目と心得ております。間違いだったのかな。道はどっちだったっけ。どちらにしようかな。よし、こっちに決定。やはり迷っておるではないか。もうついてこないで。さっきからやけに騒がしいと思えば、あんなところで二条がおるではないか。こうしては俺、わしの父肉りに加えてやらねば。トウタク、奴の目に小京が映ることすら耐えられん。即刻打ち払わねば。小京を危険にさらすわけにはいかん。とどめだ。ははは、邪魔者。お前が吹いたら素敵ですね。闇に染まった私の心には光が差すようです。
到達する。誠に申し訳ございません。一瞬妖魔怪物の旅人と沼とが死にました。美女が多いほど主治に議員も跳ね合うというに、野放しにすれば同じことを繰り返すに違いない。きつく縄をかけろ。もうこんなとこで騒いでるの誰？あ、周遊様。もしかして今の騒ぎ周遊様が董卓を狙ったはずが、思わぬ大物がかかったようだ。包囲されたか。消去、私のそばへ。周囲様と一緒で嬉しいな。お森に宿泊なさってお疲れでしょう。ここは小十郎にお任せください。黙れ。おてんば娘の護衛に比べればこれしきの敵ものの数ではないわ。痛めってやる。少女、決してそばを離れないでくれ。君を知ったら私を。周遊様、大丈夫。私はずよくやった。素晴らしい働きだ。でよかった。えい、貴様がそうして甘やかすからいかんのだ。わしは二度と面倒見んぞ。護衛の辛さ、少しでもご理解いただけたら幸いでございます。周遊様、心配かけてごめんなさい。いつも大変そうな周遊様に贈り物をしたいなと思ったの。それで素敵なお店を探したけど見つからなくて、だから、はい、これすっごくすっごく大好きだよーの花束。政宗様はありふれた花って言ってたけど。消去、こんなに嬉しい贈り物は生まれて初めてだ。ありがとう。ところで政宗様は小京様の目的をご存知だったのですか？近しい者に改めて感謝の思いを伝えたい。殊勝な心がけじゃと思うてな、友を申してたのじゃ。なるほど。では先ほどお預かりしたこの鳥にタニシに矢、そしてカマキリの卵は。勘違いすんな。それはあの娘に押し付けられたのじゃ。そんなものに託さずとも、わしは貴様に、貴様に。そんなもので釣られるとはくだらん男どもよ。この縄をほどけばもっと良いものをくれてやるぞ。ほら、さっさと戒めを解かんか。董卓様、どうかご辛抱ください。私たちは処分を待つ身。
この方々に逆らっては。そちらのご婦人は状況を理解なさっているご様子。今我が軍は猫の手も借りたい状況です。顎でこき使っても構わなければ縄を解きますね。仕方ない、ここはおとなしく従っておいてやるわ。この塔中へ。この挑戦やめ。これは執着。朝鮮様どすな、前の名手やて伺ってません。名手など私にはもったいのうございます。お国様こそ日の本一の舞手と名高いとか。皆さんエロ褒めすぎどすわ。歴史にその名を響かす朝鮮様にはかないまへん。いえ、お国様の舞は日の本一の名にふさわしく、さんさんと輝く太陽の下、大輪の花のごとく咲く明るい舞。それに引き換え私の舞は陰謀の闇に咲く暗き舞。比べ物にもなりません。影がさして艶や、その繊細な感受性が前に艶を増してるんよ。そない思いましたえ。そう言っていただけると救われる思いです。いつかこの舞で願いを叶えられるという希望が持てましたから。朝鮮さん、あなたの舞ってしなやかでとっても綺麗ね。ありがとうございます。ですが本当に美しくて素晴らしいのは三蔵様の舞の方かと。舞に上下なんてないと思うけど、どうしてそう思ったの？そうですね、三蔵様にとって舞とはどんなものでしょう。みんなを楽しませるためのものかな。それに待ってると自分も楽しくなっちゃう。素敵ですね。三蔵様の舞は人を元気づけるもの。私もそうあれればよかったのですが。朝鮮さん、よし、それじゃあ私の舞を見てもらおうかな。朝鮮さんを元気づけられるように頑張るから。三蔵様、ありがとうございます。喜んで拝見させていただきますね。
オロチに似て非なる者、世界に破滅をもたらす破壊神がついに復活した。太公望らは連合軍陣営に危機を伝えるべく急ぎ帰還する。一方、連合軍には別の情報が飛び込んできていた。この異界にまた新たな英雄が降り立ったという。神との激戦に備えるため、連合軍は英雄の勧誘を目論む。目的地ではすでにアレスとリョフの軍勢が激しく争っていた。リュービラは新たな英雄を救うため戦いへと身を投じるのであった。アレスとリョフはすでに到着していたか。一刻の猶予もない。急ぎ新たに現れた将来の救援に向かうのだ。リョフとアレスが戦っているようだ。あの者たちを退け、新たな英傑を救出するぞ。竜となっていいぞ。とどめだ。割り込んでくるとは今やし。また雑魚が現れた。まとめて潰してやろう。敵も我らに気づいたようぜ。兄者、用心して参りましょうぞ。竜となっていいぞ。奴らの狙いは先ほど現れた人間どもだ。総督、ついてこい。我らが先に接触するぞ。承知した。え、父さん。いやいやいや、本当に息子、本当に息子かよ。嬉しいぜ。お前が助けに来てくれるなんてよ。ドミム抜いてやるな。これにやる。息子に助けられるなんて涙が出るぜ。けどよ、なんでお前たちも嫌がるんだ。事情は後ほど説明いたす。お主がいるということは曹操殿も来ている。へえ、察しがいいじゃねえか。殿はこの先だ。一緒に助けてくれ。むしろ俺はオリュンポスの人よりはるか上位の存在だ。死にたくなければ黙って従え。断る。私の道は己自身で見極めて決めたいのでな。人間ごとき生意気だ。俺に逆らったこと後悔させてやろう。はっ、コウト、無事であったようだな。神、貴様も俺を倒しに来たのか。いいな。だがこの状況、信じられぬのも無理はない。遊戯殿、今のあなた方どうやら敵ではないようですね。事情は後で説明しよう。ここは一旦私を信じ共に戦ってくれ。受けてみろ。なんと頼もしき戦ぶり。見事に磨き上げられた武勇。おお、よくやってくれた。敵を打ち取りたい。なんと頼もしき戦ぶり。見事に磨き上げられた武勇。曹操殿、助けに参ったぞ。はらよい。勇也君、まさかお主が来ようとはな。マジ邪魔が入った。鬱陶しい。まとめて倒してやる。そうそう、説明は後ほど。ここは玉に襲われる前に撤退すべきかと。お主も奴の性格は知っておる。逃げたとてどこまでも撃ってくるぞ。
わしには精鋭が、お主には官位が。相手が呂布軍だろうと、その顔ぶれなら破れよう。では、敵をおびき出して、かっこ撃破しましょう。その後、じれた呂布が出てきたところを包囲します。餌は、わしと龍軍が敵人であろうな。この落とし前は必ずつけさせてやる。その時に泣いて浴びても遅いぞ。加工と加工園は敵を足止めすると見せかけよ。機を見て別路から合流し、呂布の包囲に加われ。曹操の感知、敵に回せばどうなるか。決して決して逃がしてはなりませぬぞ。ダッキちゃん、うちらも出てええの？隠れてアレスを攻められちゃう。いいのよ、ヒミコ。アレスなんかより人をいたぶる方が楽しそう。あの女ども、あなたか。奴らを放っておけば、猛徳の策に支障が出よう。加工と拙者も毎度。勝手にしろ。片付いたか。指示通り、猛徳とは別の道から進むぞ。新たな命令だ。あの人間どもを狙う。撃ち取って進むぞ。よっしゃ、牛のお化けどもは俺に任せたけ。とどめだ。いやいやいや、いくら父さんでも一人じゃきついだろ。俺も一緒に行くよ。受けてみろ。おっと、父親思いのいいもつくだぜ。受けてみろ。よくやってくれた。お、頑張ってんな。その調子で行けよ。メッセン、加減はせぬぞ。そうそう、放っておくのは危険だ。今のうちに撃たせてもらう。たった二人を切れば戦は終わる。そういうことさ。ここは私が足止めしましょう。殿、先にお逃げください。物分かりの良さそうな御仁は降伏してくれると助かるんだがね。それはできかねます。殿には生きて乱世を治めていただかねば。お若いのに立派だ。あれは神体な人物は切りたくない。どうだ、見たか。ま、俺たち親子が力を合わせりゃ当然よ。素晴らしい才をお持ちですね。共に戦えることを心より嬉しく思います。よくやった。その働きに覚えておる。おお、さあ来やがれ。お前なんだ、ひとひねりだ。しまうとはな。素晴らしい才をお持ちですね。共に戦えることを心より嬉しく思います。貴様の相手、鬼神の娘が務めよう。覚悟しろ。神宮、いつまで待たせる気だ。早く戦わせろ。もう少しお待ちを。曹操のあの動き、間違いなく何か企んでおります。受けてみろ。ならば企みごと奴を蹴散らしてくれる。ああ、玉殿、お待ちください。純一の目論み通り。
ヨフィ、相変わらず暴れるしか能がないようだな。ふん、その減らず口、二度と叩けなくしてやる。それはこちらのセリフだ。行くぞ、ヨフを包囲する。正しいとだ。やはり罠でしたか。そうさ、それにギュービン、自らを餌にするとは。て小賢しい真似を返り討ちにしてやる。もう示せ。ここで終わるのは貴様だ。覚悟しろ、リョフ。お前にはここで倒れてもらう。そうそう、リュウビン、いい気になるなよ。少しは手応えが出てきたな。その調子で次も俺を楽しませろ。曹操殿のおかげでリョフを退けることができた。協力感謝する。いや、救われたのは我らの方。さて、リュウビン、何が起こっているか話してもらおう。なるほど。真意は見えぬが、士官はあのアレスとかいう神についているのだな。ああ、事情を知った今、息子のもとへ行くというのならば止めはせぬが。その必要はない。今のところわしがアレスにつく理由はないからな。士官には何か考えがあるのやもしれんが、それを見極めるためにもしばらくこちらで世話になるぞ。いやー、よかった。俺の方はこれから息子と敵同士になるのかってヒヤヒヤしちまいましたよ。そうなっても手なんか抜かないくせによく言うぜ。さすが、父のことはよくわかっているようだな。これから乗り越えるべき困難は多そうですが、助けていただいたご恩を返すためにも微力ながら尽くさせていただきます。それは心強い。どうかよろしく頼む。乱世の先を築くのはこの核を蹴る。核を明星様だって。純文弱、かすかに残された気をたどり、ようやくゼウス様の居場所を突き止めることができました。ですが、幾重にも結界が張られている様子。しかもそこへ行くには曹丕の本拠を越えねばなりません。彼のことです。簡単に通してはくれないでしょうね。曹丕は抜け目ない男で、配下も盛況だ。なんとか別方向から進みたいが。いいな、正面から堂々奴の領土を越えていけばよかろう。ん？曹丕さんって父親の言うことなら素直に聞いて通してくれるの？そういう感じの人には見えなかったけど。無論激しい戦いになるであろうな。だが放置しゼウスの元へ行ったとてどうなる。手を組んでいる曹丕も現れ、まとめて相手をする羽目になるか。ならば先に接触して少しでも戦力を削っておくべきであろう。何かしら情報が得られる可能性もあるだろうしな。お前がそこまで言うのであれば分かった。俺と半兵衛殿で策を立ててみよう。曹丕相手にどこまで通用するかわからんが。
我が子をそこまで飼われるとこそばゆいものだな。すまぬが任せたぞ。純行くよ。新たな英傑が姿を現したそうだ。どうやら神の軍勢に囲まれているらしい。英傑は二人。一人は白髪の大柄な男、もう一人は物腰の柔らかい色男との報告があった。物腰の柔らかい色男。お主の采配で二人を仲間にしてみせよ。何か欲しいものがあれば言うがいい。では美女と酒、そして命令に忠実な方を数名ご用意していただければと。うん、何やら思うところがあるようだな。任せたぞ。ほう、伊達政宗と言ったか。ずいぶんとたけった目をしているな。大友、わしは天下を目指す昇り竜、竜の眼は乱々と天下を睨むものよ。ここにもまた天下を睨む男がいたとはな。貴様は違うのか。男子たる者、天下を目指さずして何とする。俺には無縁の話よ。だが猛徳はお前と同じく天下を見ている。俺の目は奴にあだなす敵を捕らえるためのものよ。なるほど、真に徹するか。それもよかろう。じゃが書こうとんよ。貴様とてわしのことを言えたものではないぞ。何？先の口上のさなか、貴様の目はたけっておったわ。愉快じゃ。こうしてたける二人が肩をな。乱丸、お前は信長に仕えていると聞いた。あの男のどこに惚れ込んでいる？信長様は乱を、いえ世界のすべてを見通していらっしゃいます。あのお方についていけば間違いはありません。なるほど、そういうことならわからんでもない。猛徳にもそういう部分があるからな。あの男なら必ず波動を実現できるだろう。だから俺もお前もそういう男たちを最後まで支えようとする。何が起ころうとそばにあり続けるだろう。はい、たとえ自分の身が花と散ろうと。乱は信長様のために戦いたいのです。先ほどまでは俺たちの境遇は似ていると思っていたが、決定的な違いが一つあるな。え、カコートン様、それは何でしょうか。乱に至らない点がありましたら何なりと。そのうち教えてやる。それまで死ぬなよ、乱丸。ああ、そうそう、あざなわ猛徳、敗国証券の人。まさかこうしてお目にかかれるとは。師匠に三千と名を残す英雄と会えるなんて光栄だよ。そうか、我らの世に四季感情があるように、後の時代では我らの世も師匠として余れるか。ま、道理であろうな。時に毛利元就よ、師匠とは勝者が正当性を示すべく書かせるもの。我らの時代の師匠は誰により余れたのだ。ああ、そうか。生きている曹操殿にはまだ見る先の話。そこで踏み
ただこれだけは言える。今の状況は。なるほど。ならば。ああそうだったね。よう、宗師ね、聞いたぜ。お前さん、実は弓の名手なんだって。そういうお前も三国一の弓の名手なんだろ。そう、三国一よ。誰だ、そんな嬉しいこと言ってくれんのは。俺がただそう思っただけだ。なんで、当てずっぽうで名手って言ったのかよ。いや、手を見てわかった。こいつは弓ができると。あとは筋肉のつき方、あと力の抜け方かな。だったら最初からそう言えよ。まあいいや、とにかく弓の名手の俺様は弓の名手だっていうお前を見極めようって腹だ。で、もしそれなりにできるなって思ったら弓の優劣ってやつを決めてやろうと思ってる。なんでも以後よろしく頼むわ。ずいぶん上から来るな。ま、さらに上から来たな。へ、そういう面白いやつは嫌いじゃないぜ。これから楽しくなりそうだな。よう刑事、お前ずいぶんと派手好きって話じゃねえか。大友が派手好きってのは粋じゃないね。歌舞伎者とよ。歌舞伎者ね。で、お前戦の方もできる。敵の度肝を抜くことにかけちゃ右に出るやつはね。俺は天下一。お、そりゃ気が合いそうだな。俺もな、実は奇襲攻撃は大得意なんだ。おお、いいね。俺たちで戦を派手に盛り上げようじゃねえか。おうよ。しかし、なんでだか。純一将軍、貴公には期待させてもらおう。若くして覇王を導く王座の才と評され、曹操将軍に我が志望とまで称された。その才にな。被災の身に過分なお言葉をいただき恐縮です。ご期待に応えるべく微力ながら尽くしましょう。貴公は素直でいい。人間が身の貴公のような人物であれば我らも何も苦労はないのだが。大公望殿の言葉は千金に値します。この窮地において素直さ、謙虚さは今まさに我らに求められているものです。だが、直虎将軍はどうだ。謙譲、丁寧。それはあくまでも表面的なものです。直虎殿も序書殿もここぞという時に才を発揮する。直政将軍は自他に厳しいが、確かに彼らは素晴らしい武勇をお持ちです。その力に憧れる者も少なくはありません。そして態度や物言いによっては人心を失いかねません。人心なくして団結なし、団結なくして勝利は。純一将軍、全て分かっているぞ。貴公は他の者を分析するふりをしてこの私に忠告をしているのだな。この全知全能たる私に直言するその姿勢、嫌いではない。純一君、お前さん、よく見たら綺麗な顔しとるの。いえ、そのようなことはある。終わりじゃ。こういう男前がいるとおなごがたくさん寄ってくる。よっしゃ、ジミー君、これからわしと遊びに行くで。遊びにですか。しかしこのような時に。こういう時だからこそ知らん間に。それにわしはお前さんと仲良くなりたいんじゃ。
仲間。確かにおっしゃる通りかもしれません。承知しました。ぜひともお付き合いさせてください。そうこなくちゃな。